皆様こんにちは。私はペットリフォームのセラフ榎本の社長の榎本です。本日は第15回全国トリミング家庭犬訓練協議会に来ております。実は私どもこの会のメインスポンサーをさせていただいておりまして、今日こちらに参上いたしました。見てください、これたくさんの方々がですねいっぱいいらっしゃいます。ここで何をしているのかって言いますと、コンテストしてるんですね。トリマーさんたちがですねこちらに一堂に会しまして、技を競ってるというところでございます。まあ非常に多くの方々がいらっしゃる。その前にもですね実は学生さんたちがこちらで、腕を競っておりました。午後からですねあちらの席で、表彰があります。どこのチームがどこの学校がですね勝つのか、もう本当に分かりません。皆さんですね本当に素晴らしい技術を持った方々ばかりで、私もですねこの建設業の世界でしか生きたことがない人間でございますので、こういったところに来るとですね、非常に、心がですね、弾みます。いろいろな方々がいらっしゃってですねそして頑張ってる。ペットの業界もですね、これからまだまだ若い人たちがどんどん育ってきて、どんどんいい業界になってくるなというふうに思っております。で今日ですねこちら私どものところでブース出させていただいておりますが、まずこちら、キャットステップ、こちらをですねご紹介を申し上げたいというふうに思います。まずですね、キャットステップというのはいろいろとありますけれども、ホームセンターでですね1万円から2万円で売られているもの結構あるんですね。しかしそれはですね飽きてしまうんですよ。これ、猫ちゃんがですね1回、何回かこう乗ったらですね飽きちゃってそこにも行かなくなってしまいます。で私どものものはですね、こうやってやって重厚で作っておりますので、これをですねどうぞご覧ください。こう動かすこともできるんですね。こうで実はですね、猫ちゃんは飽きてしまいますから、これをですねこのような形で動かすとですね、これはまた新しい発見があってまたここに乗り始めるんですね。こんなようなですね、ものでございます。でこれは全てオーダーメイドでございますので、お客様から注文を受け付けてから約2週間ぐらいでお客様のところにお届けをし、そして、設置をさせていただくというものでございます。そしてですね、今日このような形で、ペットの防災のことも話をさせていただいております。でペットの防災に関しましては、4級から1級まであるんですね。私どもの社員5人に実は1級の資格を取らせました。で1級の資格を取ってですね社会の皆様方のためになってもらおうということでございます。ぜひですねペット防災に関しまして、セミナーを開いてほしいという話がございましたら、私宛にご連絡いただければ社員をですね派遣させて、いただきます。それではこちらどうぞ。こちらがですね今日は盲導犬の、ことをさせていただいております。でこれ器具をいただいているんですけども、この盲導犬に関しましてはですね、やはり、いろいろな方々がいろんなことをおっしゃっている。で私もですね、視覚に障害を持つ方々、そういった方々と触れ合いの中からやはり盲導犬が足りない、でやはり盲導犬が足りないというのが実情です。そして私はこの何が自分でできるか、そういったことを考えたときにこういった募金等も含めまして、盲導犬の育成にやはり力を入れていくということでございます。そしてですねこれです。100円を寄付していただいた方にはこれです。このシールをプレゼントいたします。そして500円を寄付していただいた方こちらです。このセラフ榎本オリジナル散歩バッグをですね500円をいただいた方には、お渡しさせていただいております。そして1000円いただいた方にはこの
散歩バッグプラス、プレミアムのですね、鹿肉ジャーキー、こちらもプレゼントさせていただいております。まあ、このような形でですね、リターンをしっかりと、させていただいていると。で、今回ですね、私どもが寄付をさせていただく対象でございますが、こちらです。この2つの団体にさせていただきます。1つはですね、東日本盲導犬協会、宇都宮市にございます。1つはですね、茨城盲導犬普及協会、これはですね、ひたちなか市にございます。まあ、この2つの団体に私どもの方で寄付をさせていただいて、そしてやはり盲導犬のこれからのですね、やはり育成に少しでも役立っていただければなというふうに思っております。そしてですね、この中なんですけども、はい、こちらボニート、このボニートをですね、今日も展示をさせて、いただいております。このボニートの性能をですね、申し上げます。このボニートはワンちゃん専門です。そしてですね、この中をちょっとご覧になっていただきたいんですが、なぜ専門なのか。これ中がですね、フラットになっております。フラットになって、普通はこう丸いんですね。しかしながらこうフラットになっているということで、非常にワンちゃんがですね、ここに、まあ、居やすい。そして、さらにはここにですね、リードフックともついている。で、リードフックもついているんですね。まあ、その後ですね、これもそうですね、このような形ですね、毛をキャッチできるということも非常に優れた商品でございます。で、乾かすときはですね、このような形で台をつけていきます。これ台をつけていきます。で、ここでドライヤーでするんですね。まあ、足のこのフットスイッチ等でどんどんちょっとやっていくとですね、お湯が出てきますと。まあ、このような商品でございます。で、先ほどですね、いらっしゃった方が、福島でもつけてくれるんですかということでありましたが、まあ、福島でもですね、つけさせていただきます。福島にも行かせていただきます。ぜひですね、お声掛けいただければというふうに思っております。それではですね、最後になりますけども、床の方どうぞ。こちら床ですね、コーティングとですね、クッション床材ですね、こちらの方がございます。あと、心地技と申しまして、心地技と申しましてコルクもございます。まあ、このような形でですね、さまざまなものを今日展示をさせて、いただいております。どうぞこちら。はい、皆さん、ぜひですね、私の特にご連絡をいただきたいと存じます。ペットのリフォームはセラフ榎本、私が先頭に立ってですね、このペットのリフォームの方をさせていただいております。ぜひですね、まあ、そういった需要等があればお声掛けいただきたいと存じます。もちろん設計からさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのリフォームはセラフ榎本にご用命を賜りますよう心からお願い申し上げます。ありがとうございます。